こんばんは、さかりょうです。ツバメノートに試し書きシリーズ7回目です。1回目はゲルインクボールペン。2回目はユニボール1。3回目はエモット。4回目はスタンプマーカー。5回目はポンキーペンシル。6回目はジグクリーンカラードットで試し書きをしました。はい。で、今日はですね、ラインマーカーで試し書きをしていきます。で、今、持っているものをですね、出していくと、これは、マイルドライナーですね。これもマイルドライナーです。で、それから、これは無印良品のラインマーカーですね。そして、これはフリクションライトソフトカラーというマーカーです。そして、はい。なんだっけ。ステッドラーのテキストサーファーゲルですね。はい。今日はこれらを使って試し書きをしていこうと思います。まずマイルドライナーからいこうかな。はい。ケースに入っているのと入っていないのとあるんですけれども、多分このうちのどれかがこの中に入っていたと思うんですが、ちょっともう覚えていないので、はい、このままいきましょう。ケースに入っているのは今使っていないですね。で、このケースから出ているやつ、あるいはバラ売りで買ったやつが今使っているですけど、ほとんど今使ってるのこれだけかな。この、なんだっけ。マイルドレッドですね。はい。まあ、とりあえず書いていきましょう。マイルドライナーは、ついになってて、こっちが、こういう、線を引くのに使える幅広の芯ですね。こっちは、細めの芯になっています。とりあえず線引こうか。まっすぐ引けない。これはマイルドレッドでしたね。はい。で、これはなんだ？これはマイルドバーミリオンか。これはマイルドグリーンですね。はい。これはマイルドブルーグリーン。これはこんなに薄い色なのか、それともインクが切れかけているのか、ちょっと分かりづらいですね。はい。で、このケースに入っているのは渋マイルド色の5本セットです。あと1本何だったのかな？どれかなんですけどね、多分この中の。違うかな？まあいいや。はい。まずはこれにしようか。マイルドバイオレット。どうしてこうね、パープルじゃなくてバイオレットなんだろうか。はい。これはマイルドダークブルー。ダークなのね。はい。まあ、ダークブルーっていう感じですね。はい。これがマイルドグレー。これ人気の色ですよね。私、使ってないんですけど。はい。で、これがマイルドオレンジ。こういう色なのかな。めっちゃこれは蛍光オレンジって感じですね。マイルドというより。これは薄いのではなくこういう色なのかな、もともと。はい。まずマイルドライナー持っている8色で描いてみました。はい。まあ、色によってはね、このマイルドブルーグリーンとマイルドオレンジはちょっと文字を書くには薄い色なんですけど、こういう色なのか、薄くなってしまったのか、ちょっと定かではありません。他の色は非常に綺麗に出ています。で、後ろなんですけど、若干このマイルドレッドとマイルドバーミリオン、そうだな、このブルーグリーンとか若干ちょっと抜けてるっぽいのもありますね、裏側に。いや違うな、これ抜けてるんじゃなくて、こっち描いた時に映ったやつですね。はい。ごめんなさい、マイルドライナーさん。抜けてませんでした。はい。透けるけど、抜けてはいないです。で、下敷き当てたらどうなるかな。はい。こんな感じ。下敷きがないと割とはっきり見えますね。下敷きを当てると少し和らぎます。はい。でも抜けることはないですね。はい。そっか、こっちにつく場合もあるわけだね。はい。じゃあ次はどうしようかな。はい、次は、よし、こっちの無印良品のラインマーカーで描いてみようと思います。これ、多分この色はもう何本目かです。はい、これはからし色ですね。そうだ、ツインではないので、どうしようかな。マイルドライナーと比べるとね、ちょっと柔らかいからこう太く引きやすいんですよね、ラインがね。あれ?こっちだ。はい。で、これがあんず色。あんず色ももしかしたら2本目かもしれない。で、これが灰色です。そう、私この無印良品の方の灰色を使うので、マイルドライナーのあのグレー使ってないんですよね。はい。これじゃ何なのかわからなくなっちゃうので、とりあえず書きましょう。はい、引き続きこちらのステッドラーのテキストサーファーゲルもやってみましょう。これ違うよね。ツインじゃなかったよね。そうだった。これはこう繰り出すんでした。もうでもないのかな。はい。蛍光。久々に使ったかも。これ出た時近くの文房具店には売ってなくて、確かネットで入荷しては売り切れ、入荷しては売り切れみたいな感じだったの。やっと3本セットを買った記憶があります。これ色の名前あるのかな。ないような気がする。これがイエローで、こっちがオレンジでしたよね。で、こっちがピンク。はい。見ていきましょう。無印良品のラインマーカー。他にもいろいろ売ってますけど、私が今持っているのはこの3色ですね。からし色、あんず色、灰色。で、ステッドラーのテキストサーファーゲル。イエロー、オレンジ、ピンク。で、書いてみました。発色はどれもバッチリです。裏はどうなってるかな?はい。抜けてはいないです。大丈夫です。で、このまんまでも割とそんなに濃ゆく透けてるっていう感じはないですね。下敷き開けると。下敷きを当てるともう全然目立たないです。はい。優秀ですね。はい。はい、じゃあ最後にフリクションライトソフトカラー4本いってみます。これ6本セットだったんですよ。で、なんで4本しかないかというと、2本は、家族に持っていかれてしまいました。はい。まあ、マーカーを消せるっていうのがね、すごいですよね。これは色の名前はあるんだろうか。そう、使ってないんですよね、今私、これ。書いてあるかな?書いてあった。ソフトオレンジと、ソフトグリーンと、ソフトブルーと、ソフトバイオレット。やっぱりバイオレットなんだ。はい。で、これもツインではなくで、ここが消せるラバーがついてます。はい、久々。薄いです。インクが薄くなったわけじゃないよね。元からでもこれソフトカラーだから薄かった印象はあるけれども、いや、もしかしてインクがなくなってる？もしかして蒸発してしまったかしら。のソフトオレンジでしたよね。ソフトグリーン、ソフトブルー、ソフトバイオレット。これは非常に色が薄いですが、見えますか？はい。薄いのか、ツバメノートとの相性が良くないのか、ちょっと定かではありませんね。はい。こんな感じ。で、裏は、はい、これはこれですね。そのテキストサーファーゲル、この辺が映っていますね。裏抜けはしてないです。で、まあ、もともと薄いので、ほぼほぼこの状態でも透けてないですね。下敷き当てるとさらに、もう何も書いてないじゃないかぐらいですね。これはすいません、隣のこれが映ってしまったやつです。はい、というわけで、今日はツバメノートの試し書き、マーカーですね、ラインマーカーでやってみました。まずマイルドライナーですね。1234567色。そして無印良品のラインマーカー3色とステッドラーのテキストサーファーゲル3色。フリクションライト4色で試し書きをしてみました。まあ、どれも裏に抜けることはなかったです。で、まあ、マイルドライナーちょっと裏にね、こう透けるのが目立って出ましたけれども、下敷きを当てれば若干和らぐ。そして、無印良品のラインマーカーとステトラのテキストサーファーゲルとフリクションライトに関しては透けもあんまり気にならない、ということで、テキストサーファーゲルはこっちに閉じちゃうと映っちゃうよっていうことも分かりました。はい、はい、では今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント、いつもありがとうございます。片付けながら。はい、もう少しね、このツバメノートに試し書きのシリーズは続きます。なんか自分の今持っている筆記具、ペンの棚卸しをしながらやってるような感じになりつつありますね。はい。とりあえず今日は7回目マーカーでやってみました。はい。次回は何でやるかまだ決めていません。どうしようかな。まだいろいろあるんですよね。はい。どれかをやってみようと思います。それではまた。